はい、じゃあちょっとカットの手つきね、トロトロやるのもダメだけど早すぎるのもダメだしね、うん、こうね入れて押すね、まあ、ちょっとしたセンニングの使い方ね、まあ、20% でやるとき 10% でやるときね、 20% でやるとき対応するからで、あとこんな上をね 20% でやるってことないけど今ね、まあ、今 10% でやるけどね、はい、こう押しながらやるね、入れてこのぐらいのペースだね。これスムーズにやるってことね。ぎこちないとね、ぎこちないとね時間かかってるよね、なんかねあんまりゆっくりだとねちょっととろくさく感じるよね。まあこれが限界かな、スピード的にね。あんまり早くやるもんじゃないよね。まあ慣れてるからってこうやってここだなってね、若い人はもうすぐさ早いの真似したがるけどね、若い人はすぐ早いの真似したがるんでしょう。まあ早いこと早い仕事したがるんでしょう。うん、ピンときてないね、早い人はかっこいいのが早いと思っていかなかったね。こういうのないよね。かといってとろくさいのもダメだけどね。まあね、こういうふうに安心して見てられるようなスピードが一番無難かな。はい、チョップカットもそうだよね。はい、チョップカットもまあ下切る時でいくか。はい。まあこうやって押さえてね切るときね、本当にこう早くこれやったらダメや、これダメや、若い人はすぐこうやってやるけどね、これ何回もやってるけどね、まあこうねこう音ね、ちょっとピン立ってるね、呼吸でこう動画で見ると早く見えるけどね、はい、12345ってこういう感じでいくぐらいが無難かな。だいたい測るとね1秒に1回だとちょっと遅い感じするよね。で1秒で2回 0.5 秒だとまあそんなものかなと。でやっぱりそれ以上早くするともう早いなって感じ、さささってこういっちゃうとね。でこれは1秒に1回ぐらいかね、これスローで回してるわけじゃないよ、これは遅いね。1秒で1回ぐらい今のペースだとね、本当にスローで見てる、スロービデオで見たような気するだろうけど、これ実際ゆっくりやってるんだよね。今のはもう遅いね。で女の子なんか今みたいなスピードでやったりするけど、ちょっと見ててねかったるいね。もう本当にウィッグでねちょっと手つきの練習させたくなるよね。まあ早くやるのもダメ、遅いのもダメ、まあやっぱり練習しかないよね。あと経験だね。はい、お疲れ様でした。